と聞き間違えたか、あるいは場合によってはその4国の機体が滑走路を外れてその海上保安庁の機体と衝突したか、まあ、その現時点ではその2つのどちらかが考えられるかと思うんですね。あの私もあまり詳しくないんですけれども、羽田空港では一般的には旅客機を主に見ると思うんですが、海上保安庁の機体がこの羽田空港の滑走路の近くにいるというのは別に何か特別なことではないんですか？はい、そうですね、羽田空港にもあの海上保安庁の基地がありますのでですね、はい、あのそれはあの不思議なことではないしあり得ることです。はい、今まだ確認中ではあるんですけれども、乗員乗客およそ400人は全員が脱出しているという情報があります。今確認中なんですけれども、はいはい、この状況でこの後その懸念される